はいどうも、しょうゆTVです。本日は新商品を紹介します。それがこちら。はい、こちらアクセルベルガードですね。このアクセルベルガード、何が変わったかと言いますと、こちらリフレクターっていうこのアクセルのマークなんですけど、こちらマーク見えますかね、見えますかね。ちょっとこう丸みを帯びております。丸みが出ております。そして色もデザインも変わっていまして、可愛くなっております。まあ、他にまあ全部、まあ、まだまだ種類はいっぱいあるんですけども、後でリンクは載せておきます。でこんな感じですね。で、こちら普通の方のねバンド、1個前のは銀色かな、銀色のリフレクターだったんですけども、今回からこちらの黒いリフレクターに変更となったようです。でこちらも同じね、あの体感がしっかりしてパフォーマンスがアップすると言われている、こちらネックレスとなっております。で僕もねこちら2つ3つ4つついてますけども、これでもうつければつけるほどあの体感強くなってパフォーマンスがアップするということでつけております。まあ、この新商品以外にも様々な新商品が出たということで、概要欄にリンクを貼っておきますんで、そちらをチェックしてみてください。いろいろね新しい、野球以外にも使えるような、寝る前とかにも使えるような感じのものとか、女性目線のを、意識したふくらはぎのサポーターとかいろいろねありますんで、まあ、いろいろチェックしてみてほしいなと思います。気になりましたらチェックの方よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。しょうへい TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた切れた